こんにちは、ヘアカラーの先生、カラーリストの田辺です。このチャンネルではですね、ヘアカラーの失敗を世の中からなくすために美容師さんへの情報提供はもちろんですし、美容師さんでない方にもですね、ヘアカラーをシンプルに分かりやすくお話ししていきます。なので美容師さんもですね、美容師さんでない方もぜひ最後までご覧ください。はい、今回お話ししたいのはですね、表面にハイライトが太く入りすぎちゃってる問題。これ意外と多いんですよね。どういうことかっていうと、こんな感じ。はい。白髪が気になるからハイライトを入れるといいらしい。そういうふうに調べて、こうお客様が美容室に行ってやってみた。でもなんか思ったのと全然違うなって感じているのが、表面に太くハイライトが入りすぎていること。これがかなり大きな問題なんですね。で、なぜかっていうと、単純にメッシュみたいな派手で困るからです。白髪が気になるからハイライトをしたいとお客様は要望しているんであって、派手なメッシュを入れたいとは一言も言ってないんですよね。インスタグラムの情報なんかの影響でですね、グレーっぽくくすませたりとか、そういう風にするためにかなりブリーチで抜くハイライトっていうのが多くなっています。これは正しい知識でやっていくんだったら問題ないんですけれども、ブリーチで抜きすぎてしまった髪っていうのは元に戻りませんし、大人の女性の傷みやすくなっているエイジング毛に対してブリーチズコーンとやってしまうとですね、致命的なダメージになって、どうしていいかわからなくて困っている方が非常に多いんです。結論からお話しするとですね、表面に入れるハイライトは必ず細くしてください。で、細いっていうと具体的じゃないので、これぐらい、幅3ミリ、深さ3ミリのハイライトを取って7ミリ開けて、これを繰り返していくようなリズム。イメージで言うと、こんな感じで取り方ですね。パッと見でこれぐらいの細さで取ってください。これ以上太くしてしまうとですね、思わぬハイライトが見えすぎてしまう。ブリーチをどれぐらいするかにもよるんですけれども、差がついてしまえばつくほどよりメッシュになってしまう。っていうのがありますので、まず表面は3ミリ以上太くしないことをお勧めします。めっちゃ派手にしたい方は1センチ、2センチ入れてももちろんいいんですけれども、それってあまり今っぽくはないかなと思うので、そこはお客様の好みによっていいと思うんですけれども、表面は細く入れること。で、あとですね、分け目の表面、パートの表面にはですね、何も入れないところを3ミリ残してください。表面にカバーがあることで、ハイライトの見え方っていうのはすごく自然に見えます。なので、この2つを守るだけで、多くのメッシュになってしまった問題を解決することが可能です。美容師さんによって、こう、ハイライトの太さの感じっていうのは皆さん違うと思うんですよ。これは、それぞれの個性なので、違っていいです。なんですけれども、それが原因でお客様が悩んでしまっているんであれば、もったいないですよね。プラス、白髪が気になるからハイライトをしたいって言ってるお客様が非常に今多いと思いますので、ハイライトが悩みの種になってしまうんであればですね、もう本末転倒ですので、ブリーチ抜きすぎないことはもちろんですし、表面とか、あと顔周り、フェイスラインもですよね、太く入れすぎないようにやってみてください。もし、美容師さんない方もですね、太く入りすぎてしまったら、その部分を直したりっていうのは十分できますので、まず治るっていうのはご安心いただきたいんですけれども、ちょっと難しい技術にはなるので、美容室によってはちょっと黒くするしかないとか断られてしまう可能性もあると思うので、もし今まさにこういうメッシュになってしまって困っている方はですね、コメント欄にご相談いただければ、できる可能な限りのアドバイスしますので、ぜひそちらも活用してください。今回お話ししたような内容をですね、2日に一遍美容師さんに向けて LINE で配信させていただいています。ハイライトのやり方をしっかり学んだことがない方も実は多いのがこの美容業界ですので、髪トレドリルハイライトコースっていう内容がハイライトを勉強したことがない方には非常におすすめですので、LINE にご登録いただくとですね、メニューにそちらに内容をギュッと凝縮してありますので、そちらからご覧いただいて、興味ある方はぜひご参加ください。LINE にご登録いただくと自動応答でアンケートをお送りさせてもらってます。アンケートにお答えいただくとですね、あとサロンワークで役立つ内容をまとめた PDF を特別にプレゼントしてますので、そちらもぜひ受け取ってください。はい。で、今日の話をまとめるとですね、表面にメッシュになってしまう問題は、まずハイライトを幅3ミリ、深さ3ミリの三角形で取っていくのを徹底してください。プラス、分け目があるヘアスタイルだったら、分け目の表面3ミリは何も入れないカバーを残す。この2つを守るだけでお客様の髪がメッシュになってしまうことを防げます。
今まさにハイライトの失敗でお困りの方はまず直せるってところで一回安心していただきたいなと思うんですけれども、こういうハイライトの失敗でお困りの方をぜひ美容師さんの皆さんですね、協力してなくしていく、お客様のストレスをお客様に合った正しい方法で解消していく。ハイライトとかグレーっぽく染めることがお客様の白髪の解決になるわけじゃないです。いろんな方法がありますので、それをですね、ぜひお客様に合った方法で自信を持って提案できるきっかけに今日の内容をしていただけたら嬉しいです。はい、で今日の内容が参考になりましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。